全員っすよ、全員。別に僕らだけじゃない、たるんでる。抽選の2分前まで車の中でゆっくりして、そう僕たちなんかいつもまあね、ジャンバリさんのその収録って大体その抽選のまあ15分か20分ぐらい前にはマイク渡されて「よろしくお願いします」みたいな言うじゃないですか。で僕たちも忘れてたんでそこは悪いんですけど、ディレクターがマイクとかって言わないっていうのもね、ちょっとおかしいっすよね。やる気ないですよ。下手したら抽選始まるとこだったいや本当だよ。マイクつけないのねえマイクつけないのずーっと折ってけど、スタッフもあそこであそこで撮ってんじゃん、構えてんじゃん、何してんの。こんな感じでございますね。まあでもデータ的にそんな悪くないからこれにしましょうか。やらねえよ。見ましたよ、バトルで目をあ、見てくれました。僕これなんかビタの動画やったんですよ、ゲンさんと。したら3の0でした、ビタ率0%。今ブロックが僕たちのこのじゃがみの動画見たんですって。でバカにするかのように「見ましたよリノさん、あれでビタやってないですよ」みたいな言われまして、あれ俺たちそうやってって言われただけだからね。そうだから、演じてるだけだから。いやいや、やれって言われるやれるよ。そうよ、見せてやったよ今日この人も大概だから 60〜70% ぐらいだったから並ぶよ。え、じゃあ並ぶ？いや俺は並ばない。俺なんで今からこっち行くんだよ。バイオありました。皆さんこんにちは、両角健三です。リノです。さあ始まりました「ボーダーライン2」。今回で、シーズン7の第4戦目なんですけど、久しぶりじゃないですか。この4戦目で現在トータルプラスです。よし、なんで言った今。よしよしやりましたね。いやだから前回もね、やっぱ好きな台打って勝つ見せましたから。そうなんですよ、変な企画をねいろいろこう持ち込まれてたせいで、いらないなんかリズムが狂ってましたけど、本来我々はそのパチスロをちゃんと打てって言われればできる。ちょっとなんだろこの現場は、このふわふわした現場は。なんでパーポーが笑ってんの。まずちょっとバカにしてるんだよ俺たちの実力を。ブラックもそうよ、もうこのだからなんでハンディいるのここに。あなたもだよ。え、なんでそのメガネだからいらねえよ。いいのインテリブルなって、その急になんか禁酒始めたりさ、メガネかけたり、どういう風の吹き回したよこの野郎。いいじゃん別に。いきなりキャラ変ですか。キャラ変じゃないです。ちょっと今目が悪いんでちょっと貸してる。それ度入ってんの。ちゃんと度入ってます、余裕で。めっちゃ入ってますよ。うん、きついね。健康とかじゃなくて、今目の調子悪かったんで健康状態のね。そうじゃあ仕方ないな。そうで、まあ禁酒とかはなんかね、なんなのあれきっかけでなんかやってみようってなったの。なんでなんかやってみようってなって、じゃあなんでいやいや、ないのよ。なんかあなたから酒取ったら何も残んないよ、ただのバカだよってなるじゃん。だから戻りますよすぐ戻りますですけど、よかったっすよやめてね。もう41歳にて、じゃあきっと今日はパチスロの調子もいいでしょうっていうことなんですかね。始まりましたけども、今日は何をやるんですか。はい、あ、でしょってことでしょ。だから自由にやらせれば結果を出すってことは分かったでしょ。今日もじゃあ自由にやっていいですね。よし来た。じゃあもうここで決着つけましょうよ。これ4戦目でしょ。もうあと56で終わっちゃうから、今日1000枚ぐらいプラスになれば、もうあと5〜6戦、あと2戦も遊びいけるかな。遊び最近のパチスロ結構怖いよ。いやだって今でも1000枚近く浮いてるんですよあのけさ、ね、1000枚しか浮いてないんだわ実際今まででこういったボーダーラインがなさすぎたからこう言ってるだけであって、1000枚は一瞬だから今のパチスロは。この4戦目、あとまあ次の第5戦、この辺りまでプラスを残せば、もうやっともう気楽で楽しいボーダーラインが戻ってくるかもしれない。いやそうなんですよね。楽しいボーダーラインが戻ってくると思いますんで、そうですね、皆さん我々も立ち回り今日も期待しておいてください。はい、というわけで早速行ってみましょう。実践スタートです。さあでは実践開始です。スマスロー北斗打っていきたいと思います。あーいいね、このベッド押してのジャギステージはテンション上がるね。なんか前にね、導入された時にボーダーラインでこのスマスロー北斗の初打ちを確か済ませましたけど、そこからまあだいぶ経験値は上がりまして、もう今ではね、もう僕のメイン機種ですよ。これさえ打ってればまあこういうのちょっとフリーみたいになっちゃいますけど負けはない。あそうか2回打ってますね。初打ちの後にあれか、リノさんの顔にお絵かきのやつか、あの時打ちましたね。で今第3振り向き出たんで、朝一天国スタートの可能性高いですね。まあハマるなら朝ですよ、北斗は。ハマるなら朝2万6000円ぐらいでね、一発北斗揃いのチャンスもらえますから。そうじゃなくても 79%。 おー早速。はい、さあ、第3振り向きの演出の時にリプレイで、その次のゲームで、第1振り向きとともにリプレイだから、まあこの2つで落ちてない限りはおそらくこれは天国中断チェリーじゃないかと思いますけど、3連続。よし。はい、3ゲーム目、はい決まりました。37ゲーム、朝一の天国を生かしましたね。投資たったの2本、早い。まあ体だよな。よっ、はい黄色オーラでスタートです。3連、もう3連でいいんですよ。高設定を掴んでいればもう3連でいいんで、ソフトはとりあえず朝一はポンポンポンとね、第3対して貯めることなく大の機嫌を伺いましょう。よっ、はい OK、 よし、朝一がタンじゃないとそれだけでちょっとなんか安心するよね。パンチ、さあ2連目、枚数しっかり取れたところで2連目。チャンスアップなし。よっ、キック、うわー2連か。まあ 66% ならしゃあないね。 66% だったと思い込みましょう。まあ枚数それなりに取れたんでよしとしましょう。2連の319枚です。セリフはバットでサウザーステージと、まあ、今まで56はもう何度も打ってきましたけど、やっぱ終了後に天国いるかどうかも大事ですが、やっぱ地獄にいないですね。地獄率が56は圧倒的にね低いです。あとやっぱ初当たりが中段チリー頼みになるようじゃもうどうしようもないですね。いい台はまあ中段チリーはもちろんのこと、弱スイカあるいはカドチェだったりリプレイだったり、そういうのからの当たりがちょこちょこあると。はい、それでは私リノスタートしていきます。ゲンさんは相変わらず北斗でしたね。なんかボーダーライン北斗しか打ってねえんじゃねえのもう、そのイメージしかない。もう大好きだね。ああこれか、武器あ弱チャンスまで取ったか。はいよー、何が出るかな。休め。これで今手なので2割ぐらい、2割ぐらいでアップ。ショットガン持ってるんでね。よし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 、ここよ。まず手を抜け出すの、ここが大事よ。やることやってますよ。はい、畳みかける。で今音変化なかったんですけど、あった場合はね当該のリプレイで、書き換えたかみたいな感じになりますね。まあ昇格濃厚ってことです、いわゆる。おお、もしかして内部的に兆候上がってた可能性もさっきあったんですけど、これ今コーデの一応赤でのジャッジ避けたらちょっとチャンス。はい、ダメです。あ、行くんかい。もしかしたらね、さっき計算してる時兆候上がってたかもしれないんで何ともですけど、コーデのいきなりリプレイでのチャンスオンだったらまあ 10% だよな。6だったらあと 3%4% ぐらいなんですよ、下が。まあいいですわ、ここはちょっと分かんないんで。でもちろんねショットガン持ってるんでベル、それはステップアップ。はい、2角。まあ一発目はねどの役でも上がりやすく当たってるんでリプレイいいよ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 よー。うわー、はい、これでオシジュンベル以上。よし、頼む、上がって。およし、いいじゃん、いいじゃないの。あと3ゲームあんの。ベル当てましょう。うわー、あーきたー、2択2択当てれば。うわー、下手かー、きたー、恐れず。うわ、もうマジ下手、全部左でした今。うわー、押したくねえ、押したくないんでこのまま 40% ぐらいありますよね一応。かー、やってんなジャック。うわー、ちょっとちょっとちょっと、おお、来た来た来た、ありがとうございます。ということでこの3ゲームのバトルでジャッジになったんで、天井到達してた場合ですね、ここでサービスいます。お、サービスじゃん。おら、10ゲーム間で完結しちゃうとこれならないんですよ、天井でも。なので、お、ゼロスルーなんだけどありがとうございます。安い125回転投資5本でございます。設定としてもねゼロスルー3スルーが一応高設定ほどあるみたいなんでね。はい、10杯引けず、いい幸先、まあ幸先よしですね。今ブラックから聞きましたよ、回転、まあ、言ったら実戦10分ですね、10分15分ぐらいで2人とももう当たってると。もう違うんですよ、前回から変わりました僕たちは、うん、生まれ変わるっていうのもあれですけど、うん、これが僕たちは本気なんですよ、うん、です。本気っていうか適当に好きだって言ってるだけなんですけど要はだからこれこそ思考なんだよっていうところをお伝えしたい、うん、これこそパスロでしょっつってキスした。あ、やりました。ジャクチェリー、ジャクスイカ両方とも青文字のチャンスでしたけども2つとも取ったっぽいですね。で60ゲームスタートで、いやー今日違うわ。でこれで警察署だったら、まあジャクチェリー、まあこれで 30% ぐらい、30ちょっとある。まあ、あ、ごめんなさい、下水でしたね。 AT レベル2以上なので、でこれで30パー超えなんでこれ取っちゃいましょう。うわー、弱い弱い。同じ演出が結局3ゲーム以上、まあ4ゲームでもう悶絶もんっすねっていう感じなんで、いや頼むぞ。60の下水道は生かさないと。赤、あ、あららら、弱チャンス目、また 30% 超え。うわー、弱いなレオン。うおー、きたきた、これはもうあるいのね、赤もうバリアツなんで。はい、ドラザさん悪くは、いやーあんま強くない。あ、当たった、やった、フリーズやりましたね。でまずこのね一発目を生かさないとねどうしようもないんですよ。伸びしろはここ 3.8 分の1を引かない。そうまずここいいとこリプレイかレイアークできればリプレイかリプよっしゃー有言実行マンうんスルーするよっしゃしゃ。でもこれとね今のとこの7はね7ウイルスはねかぶんない方がいいんだよな。この D とかぶらないといけないんだよね。よし今日引けそう全然全然ここ行こう。うわーリプレイかもダメ。とりあえず G ウイルスのみですね。いいスタートじゃないでしょうかこれ。はいちょっと分裂はむずいよな。ここで30はのしときたいですね。そうすると40以上になりますんで初当たりのボーナス分よしよしよしいいよいいよちゃんといけてる。わあありがとうかわいい。ここからは、まあ、7枚あ6枚かいらないんで外れいきたいよーよー。うわでかい頑張ったんじゃないでしょうか。60ダメか。おおマジ外れ5やったー早い早いプロフェッショナルじゃん今日で。まあ2回目以降はね後ろの方に回りやすいんでウイルスさんたちがうわーリプレイ頼む頼む頼む。まあまだゲーム数たんまりございますんでね。もうこのまま行きたいよ僕はできたらうわマジかー 30% おいでこれね。おおダボーダボー 30%×2 だよ当たり前のこと。うわフリーズはえーはえー楽しいね今日は。ちょっと簡単ですね近い。まず D をリプレイあー頼む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 パッ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 。いやーこれまれにね弱チャンスマンですよリプレイでっていうね。こういうとこも大好き。まあ惜しかったね。まあまあまあよっしゃよっしゃ行きましょう。頼む下水道下水道下水道。あおうまだ分かんないだいぶ的な下水道かもしれん。弱いね演出がもうバラバラ。引いた系私引いた系でしょこれ私。あー引いた系だねこれジャクチェリーでしょ多分。多分今の赤扉はねレイアークしさだなこれ。おおマジきてやったバリ嬉しいです超簡単今日。うわーこれ下から上下から上ね今日うんうんうわー 3.8 引きすぎだろう。いや楽しいブース寄りだね。いいよはいということでまあまあ十分でしょう。681枚でゾンビさんでどこまあ、ATC 両方研究所がデフォなんですけど掲載書だとゼロスルーですねとかそういうのがあったりしますね。さあラオウステージ落ちたところで飲まれました。ちょっと気分変えて初代モードでもやりますか。演出インドがね下がってしまうんでモードの推測に時間がかかったりすることはありますけど、演出頻度だけじゃなくて演出の種類も少なくなるんで、まあこういう何気ない演出から中段チリバシッと来たり強水がバシン来たりよ、ほらこういうのね、こういうのだよ。はいはい、いいね。強水が落ちてるで大、いやこれはさすがに上がってるだろう。こうなるとね、こういうただの村人演出でもひょっとしたらっていう気持ちにさせてくれるんですよね。よいいぞ、そういうこと、そういうこと。ジャックか、働けよジャック。強水化がねまあまあ引けてるのはいいことですけど、当たりにつながんないね。うわー、うわ、おお、いやまだいるのか、いるけど引きすぎっても当たってはないですね。まだいるか、うわー、いやとりあえず引きましたけど、リプレイはもうかなり引いてます。青大オーラが出たあと、まあ、その青大オーラの分も含めて56回ぐらいは引いてますね。さあかわせていれば当然今の中段チェリーで当たりですけど、いや転落してると思うんだけどな。ラストチャンス。あー、お、来た、走ってきたぞ。乗ってろ、乗ってないけど、乗ってないけど、おったいやー、これは嬉しい誤算でした。もういないと思ってた。351ゲーム、総投資が5000円ですね。まあまだ天国に寄ったのか 25% 差したのか分かんないですけど、よしよしよし、目標5連でよっ、オッケー、リベンジ黄色で今初代モードでやってるんで、まあ、ここ何引いても宿命バトルにはいきません。まあ、内部的にまあバトル成立してる場合は当然その8点ゲーム数に合わせた成立役および対戦相手で V ストックの抽選をやってくれてます。レア役を引いた時はもう基本的に赤だったり緑の強雑魚が出るっていう感じですね。ただね、1回だけその初代モードのこの500パートで確定役引いたことがあるんですけど、その時ね黒の強雑魚が出たんですよ。だから多分あれもう出てきた時点で相当熱いんじゃないかな。これの黒が出たんですよ。ジャックだからさ、内部的にそのバトルいってるかもなって思いながら、こっから先の 2,3 ゲームを消化するのが面白いんですよ。で今外れでしょ。だからまあ弱水下でもし真に即発展してたらもうほぼ終わりですよ。ただ大体まあ 2,3 ゲームくらい前兆挟むんで、じゃあここでバトルいったとしましょう。で出てきたのがサウザーです。はい、サウザーの1ゲームベル、2ゲーム目ベル、ああどうだろうなっていう、そういうね楽しみ方ができます。だからまあ弱水下だと当然ねバトルの望みが薄いから、まあその想像通りに進むことはないんだけども、だから中段チェリーの後とか結構熱いですよね。まあ大体サウザー、シン、まあ出てきてウイグルでこの辺のキャラクターだとまあ全長は大体 2,3 ゲームで終わることの方が多いから、3ゲーム目とかが熱いんですよ。レア役の3ゲーム目でレア役引くと、中段チェリーの後例えばね3ゲーム目にレア役引いたら、あらこれは宿命バトル中じゃないっていう感じになる。であとまあお気づきの方も、ね、いらっしゃると思いますけど、この初代モードだとこの場面で音楽が流れます。それがまたかっこいいんですよ。愛を取り戻せが流れる瞬間。さあ弱水下しか弾いてないからね、ここはもうあんまり期待できないけど、とりあえず継続してくれ。やーらおおしゅんナビやめてくれ、やめ、ターンはやめて。よしよしよし、いけるだろいけるだろ、よけろ、もうここでよけろ。オーケー、パンは免れましたと。おわっつ、今ラストジャックゲームなんですよ。ここで宿命バトル行って勝てば V ストックじゃない、共闘確定なんですよね。あー、角チェかだったら行ってないよな。ここでもうすぐジャックマークが来るってことは、今の形はバトルは当選してませんよってことですね。だから今のパターンだと中段チェリーで残りジャックが見えてて、であと2ゲームぐらい消化させてくれるっていう状況になったら、内部的にバトルやってんなっていう。さあいけ、オーケー、さあ3連目超えていこう。おしゅんナビ中段チェリー、オーケー、だ子役パート中に思い当たる節がある場面でケンシロウが例えばキックを繰り出したりしてくれると、これは取ってんじゃないのかっていう、そういう期待感が持てます。あー、ジャック2 3パリーン、おうでかくなったな小僧。1ゲーム目外れ、2ゲーム目ベル、あーバンババ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 これがねおもろいんですよ。ゴー、はい、あー、さすがに3連続攻撃はなしか。中段チェリー全然引けんなマジで。わー、出た4連か。まあしゃあない。中段チェリー、で初代モードだともう雲が流れていない時点でも必ず倒れます。あとは復活を願うだけ。4連の529枚です。一応高設定差弱が出ましたけど、まあ当てにならんやつですね。まあいいです、枚数まあまあ取れましたんで。あー、浮いてへこんで、まあ、まさに同じような感じですね。なんすかなんすかじゃないだろ、仕事だよいつからいたの？休みじゃないんだからさ休みじゃないよ。共演者がさ近くに来て「なんすか」はないだろコーヒーグビって飲んで「なんすか」プライベートですかプライベートじゃないよ。感触的にはもう6はちょっと厳しいなっていう感じなの。ただまあ北斗の4号ならね、まあ十分可能性としては。REはどうなの？ RE はゼロスルーだったんだけど、その他もう分からないんで、チャンス等もね1ゲーム遅くレアグ引いちゃったりとか、スパークショットでやれてないだけだからまだ分からないですけど、天井行ったとしても20本では初当たりは取れるから。そんなじゃあどちらも使わないのか、お金は使ってない、うん、分かった分かったっていうところだから。 OK、 じゃあまあまだやれるね、十分っていうところなんで、ちょっとちょこちょこ多分様子見に行くと思うから。ゲンさんの悪くないかもしんないね。でも様子見に行った時に「なんすか」はやめてね。いきなり立ってたからさ、俺は次の AT 見て、その終了の示唆とかでちょっとどうするか考えます。あれとかね、そういうゾンビとか。 OKOK、 分かりました。じゃあまた後で「なんすか」やめてね。バトルカウンターが来た。どうだ、え、謎チャンスも引いてないですもんね、しばらく。わー、来た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 。やめるなと言わんばかりに来ましたね。わーお、465ゲームです。投資が9000円、謎当たり来ました。あー、もうちょっとベルト取ってきたかった。はい、青オラ。さあどうなる。ケンシロウが攻撃してくれたらちょっと熱いですよ。っあー、ダメか。キックキックキック、よしよしよし。謙虚な気持ちがパンチを生んだよ。っオーケー。いや、タンがないと楽だね。気持ちがすごい楽。中幅リを食らった後のターンはちょっと答えますんでね。けんあー、ぐぬぬぬぬ。キック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 。うわー、もう中段チェリー、中段チェリー。そう、これで平均3連割っちゃったよ。2連の224枚。おい、豪勝派で復活してくれた。3連目。うわー、さすがに2連続は無理だ。まあ 66% だとこうなっちゃうよな。3連に壁があるよ、どうしても。中段チェリー。うわい、ゼダン。3連、338倍で終了です。いや、しかし、まあちょっと前向きに打てる要素が出てきましたね。今日オープニングでもね、言ってたんですけど、私、人生初ですよ。美味しくお酒を飲み始めてからにしましょうか。8日間禁酒してるなんて初めてです。すごいっすね、お酒って。すげえ体を害してたんだってって思うんですけど、やっぱね、ストレス発散の景気薬でもあるんで、僕としてはお酒はね、やめてみてよかったっすよ。あともう2日3日ぐらい我慢して飲みます。やっぱちょっとね、酔いたいよね。これ稀にね、弱チャンスマンですよ。リプレイ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 。いい気持ちでいたい。おー、マスキでー、おー、マスキでー。楽しみですよ。天井お安い刮目せよ、下パネを。いくぜ。8回目確定だよな、あれあれ8分の1いた、あれ違うの、あれお8分の1いたらしい。まあプッシュボタンを押してレバーオンするとね、当選してた場合は下パネが 87.5% で、まあショートするんですけど見せれなかったね。何が刮目せよってはい、841回転ですね。はい、天井です。総投資14本です。安いです。よし、チャンス目だった、多分これは。シャオおぞうす。お初にお目にかかりますよ、これ。Borderline, borderline, borderline, borderline zoo.